うわー出てきた、食いミスった。なんだここ、めっちゃ岸に魚が近い。ギルもコバスも普通のバスも、35ぐらいの横飛びでプーって出てきたけど食いミスった。そんな早く引いてないんだけどな。午前9時、中流域は多くの釣り人でにぎわう。これも地元の方々によってフィールドが守られているからだ。お、御三川での釣りは遊漁券が必要。このように回ってくる係員から購入する。漁協の、ね、人たちに、お金を払うと。事前にあの釣り券を買ってとかっていうよりも、こう来てくれた、ね、徴収しに来てくれた人にお金を払うっていう感じで、日券漁券、を買って釣りをしましょう。カラモは突然バッグからボックスを取り出した。ちょっとだけひらめいた。取り出したのはエグ玉。これでカバーを狙う。トレーラーをつけて実際カバー越しにやると大概ね、尻下がりになってこういう状態になっちゃう。それを、まあ、うちのエグシュンがそういう状態でもしっかり頭が下を向いて、でトレーラーの具が多少重くても水平をキープしてシェイクできる、そういうのを作ろうつって作ったやつ。エグ玉ね、タイプレベル。これをちょっと引っ掛けて、枝とか草とか引っ掛けて、その時その最寄りに餌食いに来てるやつがいれば。下流は釣り人が多いため断念。対岸へ渡り上流へ折り返す。これ上やっても大丈夫ですか？いいですか？すいません。変化の乏しいストレッチにカバーを発見。早速ひらめいた釣りを試す。お、上流で俺と同じような釣りしてる人がいるな。おそらく多くの釣り人が何度も通したポイント。果たして釣れるのか。よっしゃ、あーでかかった。痛恨のミス。前当たりがちっちゃかったね、こっちって。あー35ぐらいかなと思って適当にパシッて押したら浮いてきたらでかかった。うわ、へこむな。でかかったわ。マジか。まあでもこういう感じか。もう本当に結構ね、テキサスとかそういうのポテッと落としてる人は見るんだけど、この中層シェイクやってる人見ないから。で結構誤算ってこういう景色多いから吊るせるなーなんて思ってたら、食ったね。でかかった。さらに濃いか、濃いか。バスだった、でかい。あ、やべ、イバラに絡んだ。イバラに絡んだ。ああ、イバラに絡んだ。イバラに絡んだ。イバラに絡んだ。でかかった。見た。なんでだよ。40アップ釣りました、40後半かけました、40後半かけました。こんな流れなかなかないよ。上出来なのに上2つバラすって何。あーでかかったな今の。でも正解には近いと思う。ただ点だな。点だな。だから餌食いたいとか餌が食えるスポットではちゃんとフィーディング入るってことだな。分厚い雲に覆われローライトコンディションが続く。次第に小雨がパラついてきた。インレットでカナモはビッグバスの回遊を待つ。でかい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 、ちょっとでかい、ちょっとでかい、すごいな。ここでかかったな。あ、でかい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 。うわ、なんか餌探してる、餌探してる。あー奥行っちゃった。ふざけんなよ。でかっ。うわうわうわ、
ごめんなさい、足元にめっちゃでかいの入ってきた。あ、もう今日ここででかいの取るまで手こでも動かないわ。このサイズは喜んで食ってくるね。かわいいかわいい。ちょっと法則とか言えるサイズじゃないな。よいしょ、よいしょ。あー、バレた。出てこなかった。サイズ分かんない。食ったな。でも、うん、ドラグはロックしてるよ。徐々にインレットからの流れが強くなる。するとバスの回遊が突然なくなった。刻々と変化する状況にアジャストしなければ勝算はない。回遊収まった。だから流れが効き出して逆にバスが回ってこなくなった。流れが効き出したから外に出てるのかもな、もしかしたら。インレットを見切り再び橋脚へ。何度も一級ポイントへ入り直す。全てはタイミングだ。そしてついに。でかい。暴力的な激しいジャンプ。こいつもでかい。ラインは3ポンド。さらに数多くの障害物が沈む。果たして取れるのか。深くにも足元の尾に入られてしまった。引きずり出そうと試みるのだが、やばいやばいやばい、そこやばい。うわ、すげえとこ入ったな、すげえとこ行ったな。逃げやがった。うわ、もうぐしゃぐしゃ。最悪。暴れたか。誰もが諦めかけたその時。あ、いる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 。いる。どう取ろう。複雑に尾田へ絡んでしまった。ここは半ば強引にランディングするしかない。よっしゃ。だっせ。いやー、ミスってミスってまたミスるかなと思ったけど、3度目の正直ね。バラした中で一番長さはないんだけど、太さはピカイチだねこれ。ああ、やら、うら、ゴンブト、ね、ああ、誤差のマックスクオリティの、ね、長さじゃない、マックスクオリティ、超太鼓ある腹パン、ああ、仕留めた仕留めた、大取り物だったね。いやー、このクオリティは引くわ。いやー、太鼓が半端ない。いやー、こんな綺麗な魚いるんだな。バスリーには必ず法則がある。まあ、今回はその中の秋のね、散った魚を
効率よく動いて釣っていくと。でその中で抑えれる点、食わせどころを抑えたらそこできっちり粘る。まあちょっと動きの中の1匹だったけど、ああこれは多分2日通じてマックスクオリティだと思う。メイクでしょ。メイクフィッシュ捕獲、苦労して仕留めただけに感動も大きい。やはりここでしょ、ずーっとここが擦れてたわけよ。しかも3ポンドああ、いや3ポンドでもやっぱ強い3ポンドは助かる。いやミス続きだったから今日はちょっと乗れねえなと思ってたんだけど、いやでもなんかロケ初日にしてはつかみがいいね。多分ね、ほんと5産でスタート40アップ40後半2連チャンバラシからのこの魚って今日全部40アップだからね、かけてんの。しかもでかい、はあ、しかももうあ逆流しだした。いいタイミングだったね、トータル的に。いつもやってるダウンショットだとね、その根掛かりもあるでしょ、ダウンショットだから。でいつも使ってるのはこの2つのやつ、これをもっさもっさ動かして、スイミングで使ってもね、これだけボリュームがあって移動距離が短くてしっかりアピールしてくれるからそれでもいいんだけど、ゆっくり落とし込むのが良さそうだなっていうことで、まあこれをこうちぎってマス針で頭にちょんと引っ掛けると、でお腹に 0.3 のネイル進化を水平に打ち込んでやると、もうこう足がこうビリビリ揺れながら水平フォールでゆっくりふーっと落ちてるので、流れがあるから流れに乗ってふーっとあの橋脚に縦ストにシューッと送り込んでいって、ちょんちょんと動かしてまたふーっとしてたらラインがフッって入った。さあ今釣れたのが橋の中央部分の橋脚、流れの当たる橋脚、そこで食わせた。まあ水が動くタイミングで一番変化を、細かい変化を最も起こしてくれる場所だよね。誰もが目にするし誰もが投げるんだけど、まあやっぱり流れてるっていうタイミングと、そこの流れとスポットの特徴に対して合ってるもの、それを送り込んであげたらマックスサイズきた。OK、パーフェクト。すごい絡まり方ですよね。いやこれさ、俺の糸だと思うでしょ、一見めちゃめちゃ太いんだよこれ、人の糸だから、これをくぐってさらに水中に変なね紐とか枝とかいっぱいあんのよ。でさらにこの人が残した糸にも絡んでたから、もうぐっちゃぐちゃだった。まだまだ続く秋の五三川攻略、 CM の後もビッグバスが連発する。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。